はい、おはようございます、RWS トリブル塾代表の森影です、このね、まずね眉毛がどうしたんだっていう風に思うと思うんですけど、これはこれね皮膚がねめくれちゃってるんですけど、なんでかっていうと僕人生初の花粉症になって、なんか花粉症になると、まあ、皮膚がめっちゃ弱くなるらしいんですよ。それでなんか僕美容院行っていつも眉から眉毛も染めるんですけど、その眉毛染めた時にめっちゃヒリヒリして、それでその眉から終わった後見たら皮膚がめくれちゃってたんですよね。なんでちょっとそこはあんまり気にしないでもらいたいですね。ってことで今はですね、今日は夜から RWS トリブル塾三重と奈良校がフランチャイズで新しく開校するので、そのオープニングイベントに向かっていきます。また今日はいろんなその向かうまでの道中だったりとか、イベントの様子、実際に、ね、やる練習メニューなんかもね、動画でお伝えできればいいなと思います。すごい面白いと思うんで、必ず動画を最後まで見てみてください。はい、ここからまたね一人のコーチと合流して一緒に三重に向かいたいと思います。それではレッツゴー。はい、今日はこのコーチと、でも久々じゃない、そのコーチ懐かしくない、1年ぶりぐらい思い出すよね、いろいろと。やっぱ初心に帰るの大事じゃん。毎週末どっか行ってた、ね、確かに。まあ今日はそんな相馬コーチとね一緒に三重県に行っていきたいと思いますんで、まだちょっと新幹線だからね、動画回そう。はい、ちなみに相馬コーチのこの靴あるじゃないですか、これルイ・ヴィトン、これいくらですか。20万ぐらいです。20万ぐらいです。誰からもらったんですか。ありがとうございました。あ、はい、お全部俺からや。名古屋駅に着いたんで、とりあえずここからあと三重と奈良支部の代表の翔輝コーチと合流して、名古屋から車で会社に向かっていこうと思います。行きましょう。全然らしいんで皆さん、もう何か美しくなるの相馬と2人で行ってもめっちゃやってたんだよね。あいつまでカメラ回してない。もはや翔輝コーチも、カメラを回してました。いやいや、俺あれだった、なくしたから。ハハ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 うなぎを食らいます。いくらと思う？8500円。おいくら？いや、間違えた、1万500円。いや、1万いくらじゃん、9200円。1万500円。誰が一番近いか。おそりゃ行き過ぎ。あ、牛ヒレか。最後はそいつが詰めてきた。領収書もらって、どうする？昼飯でこれやばくない？最近思うんだよね、だからさ、相馬コースとかで、たくみくんとかと3人で飯食うんだよ、昼3人で。普通にビッグドンキーが3人で行ったら6000円とかするんだよ、って。普段昼飯1人分だとめっちゃ食うから。じゃあ俺普通に食うっすよ。あ、じゃあすいません。じゃあ本田圭佑。さすがもうセンスいい人って。
さっぱりしてる。どう？オッケー。あとでつけます。です。会場に着いたんですけど、まさかの今俺らここにネアラショックを車でいたんですよ。ショックの車ね、いて、そしたら、まさかの、まあ、隣にこう1台こう車が来て、まだイベント6時からなんで、5時前なんで、まあ、すごいお客さんかなと思って、来るの早いなと思って、サングラス乗った、そういう激な感じで来たら、まさかの兵庫の小箱落ちでした。じゃあサプライズで登場です。そしてなのにびっくりしたのが、見てください、ジープ。コバコーチ。前のさん何だっけ、何のさんだっけ、ステーション。軽、はい。軽自動車からの RWS に入って、ジープに乗るっていう、まさにフットボールドリーム。フットボールドリーム。フットボールドリーム。おめでとう。おめでとうございます。なんかサプライズシーンで、大輝コーチもまだ知らないらしいです。知らないです。このジープ買ったことも。めちゃくちゃかっこいいじゃん。かっこいいね。うわぁ、確かにコバっぽい、コバっぽい。どういうこと？2個目の待って、後ろチャイルドシュートの出てくる。2個目のサプライズ、どういうこと？赤ちゃん、ガチ？本当に？はい、これもちょっと頑張って練習します。どういうこと？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 待って待って、コバジュニア出ました。そう、ちょっと追いつかない、追いつかない、追いつかない、追いつかないよ。2人は乗り込むジェットじゃねえよ。乗り込むジェットじゃないこれ。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、本当に。これもうまだまだ持っていきました、トラス。このタイミングしかないなと思って。どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、一回撮影中止、ちょっと一回撮影中止する。一旦引き抜きくわ、彼女が聞いたら。3月何日？15日、最高の日、コバくんの子供が生まれた日が。全然わからん、全然わからん。大丈夫ですか、今からできますか。もう俺嫌から、イベント気が動揺しちゃってるから、今練習メール全部飛んだもん。って感じで、皆さん、これ誰も知らないですよね。知らないです。いや、すごすぎるね。皆さん、これお祝いなんで、コバコーチ、おめでとうございます。ありがとうございます。サプライズ多すぎて、わからんよ、これ。やばかないと思いました。クリスティアーノ・ロナウド、マイケル・ジャクソン。これでいきましょう。 OK ですか？はい、気にしちゃう。僕自身も最後必ずスクールでも子供が保護者に挨拶して終わりにするんですよ。なんでかっていうと、僕と、まあ、相馬コーチで、あれ何年前だっけ、ベトナム行ったの。3年前ぐらい、ベトナムに行って日本とベトナムをつなぐスポーツのイベントやったんですよ。僕も初めてこう海外に行った時に、みんなと同じ年ぐらいの年と年とぐらいの年がさ、夜11時ぐらいにさ、家の前でさ、でっかいさ、こういうやかんにさ、お金入れてくださいっつって、靴磨きますって言ってんだよね。学校行ったら片方靴履いてないとかね、当たり前のことって当たり前じゃないんだってこっち思ったんですよ。ただみんなからしたら、お父さんお母さんがいて、なんかかっこいい服買ってもらってさ、ボール買ってもらって靴履いてんじゃん。だからこう、じゃあ感謝すべきだ、挨拶じゃなくて感謝してほしいんだよ、毎回毎回練習の時に。だから挨拶してる、最後バチッと決めますんで、じゃあ挨拶最後やりたい。うわ、素晴らしい。で最後やるの、ここが素晴らしい、足足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 気をつけ、みんな足は気をつけるって言ったら、はいって言ったら、で、アオシがありがとうございましたって言ったら、みんなありがとうございました。アオシ、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